皆さんこんにちは。まあもう違和感にお気づきかと思いますが、こちらのマイクを持つ手を見てください。めちゃくちゃかっこよくないですか。こちらの商品はウッドトリック社が出してるマジックハンドです。どういうメカニズムになってるのかというと、こういうふうにリングがそれぞれの指のとこについてて、その中に指を入れてこう引っ張ることで指が内側に入るっていう仕組みになっています。こんな感じで一本一本動くんですよ。ということで組み立ててまいりたいと思います。中に入ってたものを並べました。これ全部のパーツが199ピース。前回こちらくるくる回るやつを作った時は全部で254ピースのパーツがあったので、これと比べるとだいぶ簡単な方ではあるとは思います。ということで組み立ててまいりたいと思います。じゃあまず2番と8番で、あと爪楊枝が1、2、3、4、5、6、7、はい、皆さんできました。見てください、こちらが完成品のハンドです。なかなか大変でしたよ。全部これを作り終わるまでに5時間36分かかりました。公式サイトに 3.5 時間って書いてあったんですけど、まあめちゃくちゃオーバーしましたね、はい、これって本当は右手を作るやつなんですよ。これを見たらわかると思うんですけど、なぜか作ってる途中に左手になっちゃったんですよね。ここのウッドトリックがちょっと反転してしまいました。この手で一体何ができるのかをちょっと試してみたいと思います。最初はグーできているかな。これはチョキ、あ、チョキもで、最後がパー。ちょっと、じゃあ次にちょっと物を持ってみましょうか。
持てた。いけた。いけましたー。あ、いけますね。これ飲むのは厳しいかもしれません。結構使えますね、この手。汚いものとか持ちたくないときにこれ使ったらいいかもしれません。はい、ということで皆さん、ちょっと実験の方はいかがでしたか？結構何でもできるんですよ、この手。まあ、なんかちょっと痒いときとかね、こういう風に書いたり、届かない。作るのは結構大変でしたけど、ぜひ皆さんもこちらの手を作って楽しんでみてください。それではバイバーイ。